はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今あのバンナートラットというね、あの通りを、市内中心部に、向かってね、走っているところになります。まあ特にね、まあ単なる思いつきでね、撮影をね、まあ、始めたんですけれども、まあ夜景をねちょっとまあ撮影してないなと最近ね思ったんで、ちょっとね、まあ、ぜひご覧いただければと思います。ちょっとすいません、マスクしてるんでねちょっと外します。すいません。はい、これで聞こえやすくなったかな。ね、ちょっとマスク、外しました。はい、今日のね、話題なんですけれども、実はちょっとツイッターをね、眺めていましたらですね、ちょっとまあこんな内容の話がありまして、あるね、企業さんですねの、まあ、タイの原稿なんですけれども、そちらでね、5年間勤めれば、現地採用から駐在員に、まあ、なるという、まあまあ、特典って言っていいのかな、まあそういうね福利厚生があるということでね、ツイッターで流れていましたんで、ちょっとこれについてですね、いろいろまあ補足というかちょっとね考えられることをねお話ししていきたいと思います。あくまでねこれはまあ否定するわけじゃないですし、こういう制度がねあればあったで非常に素晴らしいと思いますんで、と思います。でただまあいろいろね、まあ逆にまあひねくれてるわけじゃないんですけど、疑わしい点がねやっぱり出てくるんで、その辺をお話しいたします。まずですね、まあ、今、現地採用から駐在員の方に、まあ、まあ昇格ってこれ上がるって意味で言っていいのか分かんないんですけどっていうことなんですけれども、まず、疑問点1、今までの実績ですね、今まで何人の方が、このね、現地採用から駐在員に、なられたでしょうかという思いが、一つあります。っていうのは、まあ私の経験上って言ってもいいんですけど、まあ例えばね、まあ今5年って言いましたけど、まあ5年間っていう、まあそういう福利厚生はあるんですけれども、実際はちょっとね激務すぎて5年間持った人間が未だかつて誰もいないっていうね、そういうパターンがね非常にあり得るんじゃないかなということが思ったのが一つ、あります。というわけで、まあ、こういった話を来た時には、まあ、今までの実績ですよね、どれぐらい、そういったね、ことで、まあ、駐在にね、なられた方がいるのかというところが一つあります。それと、もう一つですけれども、まあ、今5年って言いましたけど、まあ、さっきちょっとね言いましたけれども、まあ5年間ね、まあその、まあ、持つ人間がね本当にいたのか、まあもう一つ付け加えてしまうと、極端な話ですけどもね、4年と、10ヶ月とか11ヶ月ぐらいで、会社都合でね、解雇とか、いうことをしていないかっていうのがあります。ちなみにですけれども、タイの労働法では解雇のね保証金を支払えば、日本よりは簡単に解雇できます。これは一つ覚えておいていただきたいんですけれども、実はね、ちゃんとまあこれ労働法で決まってるんですけども、まあ5年だったら多分6ヶ月ぐらいだったかな、保証金を出せば解雇はできます。これは特に問題はありません。ですのでね、業績があんまり悪くなくても辞めさせられるっていうケースがあります。まあこの辺でね、私はそのタイ企業とか日本人、こっちのね在留邦人が経営する、まあ、タイ企業は辞めた方がいいっていうのはこのとこからも来ているところです。ですので、
まあ、そういったね、まあ4年5年間仮に5年間とすれば4年目過ぎたあたりに、そういった動きをね、されていないかどうか、この辺が一つ、気になっています。で、もう一つなんだっけな、ちょっと忘れちゃったんで、まあやめますけども、まあこの辺りですよね、どういう風にねその文明をね受けるんじゃなくて、その裏を読めば、まあ、このね今申し上げたところが実際本当どうなのかっていうところですねがあります。で、あとするとちょっとね一つ付け加えてしまうんですけど、まあ昔はねこういったその、まあ、通信手段っていうのはなかなかその、なかったんで、結構駐在の方もねこちらで結構自由に羽を伸ばしてやってらっしゃった方多いと思うんですけれども、ちょっと今のご時世ですね、ここまで簡単に連絡が取れたりね動きがつかめてしまうようなツールがね発達してしまうと、逆に駐在の方っていうのはなんかものすごくやりにくいんじゃないかなっていうちょっとね気がしています。まあ本当ねもう極端な話24時間365日ね連絡取れちゃうような状態ですから、なんかあとはそのね今日本もそのデフレ傾向で給料がねどうしても伸びないっていう状況がありますんで、決してその負け惜しみで言ってるわけじゃないんですけれども、必ずしもその駐在になることがね本当にいいことかどうなのかっていうのが、ちょっとね疑問だというふうにも感じています。逆にまあ現でも現実はいいかって私ちょっと思わないんですけれども、まあこれはね最初は昔から言ってるように今のねこれからのご時世、まあ、あまりお勧めしないということはねずっと申し上げているんですけれども、まあ、その意見にね変わりはないんですけれども、まあまあ結構その自由にやれる現実採用と窮屈な駐在、まあどっちがいい極端な話ですけどね、どっちがいいかというようなねご時世になっているような気がします。まあこれは必ずしもね全部が全部一致するわけじゃないんで、おのおのねその会社の状況とか職種によってね全く違ってきますんで、まあこれあくまで一つの極端な例として挙げたんですけれども、まあそういった感じがするんですね。でまあ必ずしもね今駐在員が恵まれているかっていうと本当にそうなのかっていうのもねちょっとあります。場合によってはその現地採用、まあ、確かにね待遇はちょっと悪いかもしれないんですけども、ある程度時間がねその自由に、なれる可能性がある現地採用の方がもしかしたらいい場合もあるのかもしれません。まあそういった意味でね、ステレオタイプで考えるんではなくて、まあもちろんお金ってすごい重要なんですけどもね、まあ本当に1日ね、20時間ぐらい拘束されるようなね、場面が本当にいいのかどうかっていうのはそれはおのおの価値観が違いますからどうしようもないところではあるんですけれども、その辺をねよくその考えて考慮していただきたいなというふうに思います。はい、それでまだ10分経ってないんですけどちょっと混んできちゃったんで、一旦ね、この辺で動画、切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録またコメントもね、ぜひよろしくお願いいたします。